吉田一平は、日本の政治家、愛知県長久手市長、元長久手町長、学校法人吉田学園元理事長、社会福祉法人、愛知太陽の森元理事長、愛知県長久手村に生まれる。父親は、当時、長久手村役場職員で、後に長久手町長を務めた吉田和夫。1964年、 愛知県立愛知商業高等学校を卒業し、独立継承者である岡谷高期に入社し、以降15年間勤務するが、過労から追患板ヘルニアを患い1979年に退職した。退職した吉田は、自治会、消防団などの地域活動に深く関わるようになった。1981年に、学校法人吉田学園を設立して、理事長となり、 愛知太陽幼稚園の経営にあたり、ついで1986年に社会福祉法人愛知太陽の森を設立して理事長となり、翌1987年に特別養護老人ホームとショートステイ施設を開設した。以降、幼稚園、託児所、介護福祉養成学校、ケアハウス、グループホームなどの開設に関わり、 2005年には、吉田学園愛知総合看護福祉専門学校を設立した。また、この間、里山の雑木林の保全運動にも取り組み、2003年には、特定非営利活動法人雑木林物語を設立して理事長となった。加藤梅尾町長の引退を受け、新人3人で争われた2011年8月の長久手町長選挙に、 自由民主党と公明党の推薦を受けて立候補し、大島玲子らを抑えて初当選し、9月18日に長久手町長に就任した。選挙の時点で決定していた2012年1月4日の市政施行により初代長久手市長となった。2015年8月に行われた市政移行後初の市長選にて再選。2019年、 元市議の佐野直オトラに候補を破り参戦。ありがとうございます。